E、を持つバロックファゴットバロックファゴットは17世紀中頃にフランス王室周辺でバロックオーボエと共に発展したファゴットの一種である。現在では小楽器の枠組みの中でバロック音楽の演奏に用いられている。音域はコントラ B から G まで。ドゥルシアンは初期バロックの楽譜ではファゴットファゴットと呼ばれており、この楽器の直接の前身とみなされている。 バロックファゴットの革新は、楽器をいくつかの分離可能な部分に分割したこと、特に2本の管、狭くなった、口径、改良された、エンドピース、3から4つのキーであった。一体型のデルシアンよりも精密に作ることができ、また、個々の部位を運搬するのも簡単であった。ファゴットは、バロック時代の通奏低音の中心的な楽器であった。応募とともに、 曲の途中の音色として、作曲家によって、オン、オフされることが多かった。また、独奏楽器としても様々な形で使用され、特にアントニオ・ビバルディが使用した。ファゴットと、通奏低音のための最初の独奏ソナタは、ヨハン・エルンスト・ガリアールとゲオルク・フィリップ・テレマンによる、ものであった。今日のファゴットとは、対照的に、バロック楽器の音はどちらかというと荒く、鼻声が少ない。 バッハのミサ曲の単調のクオニアムのようにバロックオーケストラではペアで使われることはほとんどなかった。1780年頃までファゴットにはほとんど変化がなかったが他の楽器がさらに発展していく中で半音のための穴とそれに対応するキー機構が追加され徐々に現代のファゴットが誕生していった。ノルトハウゼンで活躍した。 ファイフィンマッカーアンドレアス・ワイヒエントップから時代を生き抜いたコントラバス運が登場した。長さは2.68メートル、音響長は4.5メートル。ライプツヒの楽器博物館に所蔵されている、このユニークな楽器に基づいて、専門家はアイヒエントップを偉大なマイスターと評している。マーチン・ルック、イン・ MGG、ペルソナンテール、バンドロク、スポールト151。 ありがとうございます。